爆だ。これは美しいな。
Konnichiwa. Hi.機会があればな。大変だ、怪人だ。辻斬りの高が出たぞ。ハタルさん、ついに追い詰めたぞ。タカ、夜にコソコソしてきた貴様が よもや白昼堂々と姿を現すとはな。囲め！何の騒ぎかと思って出てきてみれば、聖国騎士団の支部前でかような騒ぎを起こす不届き者がいるとは。 監獄長、儀によって助太刀いたしますぞ。すまぬな、聖国の騎士たちよ。タカ、どうやら貴様の命運も尽きたようだな。 者ども、かかれ！これは噂以上に強い。ひるむな、聖国騎士の誇りを示せ。怪人ごときに遅れは取るな。我々ももう一度行くぞ。 何くそ、これ式のことで。<笑>おいおいおい、ベルガ、命運尽きたのは貴様の方だったな。知れ、無念。お前たちは、よう待ってたぜ。 そのつもりだったぜ。お前が間に合って命拾いしたな。相変わ赤の王さん、そのままダメって話を聞け。監獄につながる地下道を見つけてやった。お前たち探してんだろ。俺もちょっとばかり興味がある。
まあな、地下道の入り口はなんと騎士どもの支部の中。俺が支部の奴らを引きつけて引っかき回してやる。その間にお前たちは支部の東側の庭にある古い銅像を目指せ。そこに入り口を開く仕掛けがある。一体どういうつもりですか、バドルさん。この話、その本当かどうかも。てめえは黙ってろ、チビ猫。時間が惜しいんだよ。いたぞ、あそこだ。よし、行くぜ。さあ、囲め、囲め。アドルさん、どうめちゃくちゃな作戦ですし、本当に地下道があるかどうかも。やっぱりちょっと不気味ですね。アドルさん、慎重に進みましょう。ようやく一息つけそうです。はっ。おいおい、ちょっと待ちな。作戦の立役者を置いていくつもりか。白状だね。さあ、事前に説明したら賛成したか。騎士団の連中も反対方向に引きつけてから巻いてやった。入り口がバレて追跡される可能性もまずないはずだぜ。だから私たちを先に。それにしても乱暴すぎです。手っ取り早いし面白いだろうね。
子役人みてえにつまらんことをちんたらやってられるか。うだうだ言ってるとつまんで放り出すぞ、ちび猫。よし、赤の王さんよ、早速監獄へ出発するとしようぜ。何かあるぞ。優先だ。
任せたぞ。
かあるみたいです。面白いことするじゃねえか。これじゃ攻撃が当たりません。落ち着けやチビ猫。こんなもんそう長くは続かねえだ。なんとか隙を見つけて一気に仕掛けるぞ。するともしかするのかね。何にせよここはハンターグライドで渡るしかねえな。あ、なんだこれ。美しいわ。
開きそうにないです。何か方法があるはずだ。行けるところは一通り回ってみるぞ。
者頼んだ。何かあるぞ。
何かあるぞ。宝箱です。
まだまだいける。伊勢はどうした？負けるわけには。ごめんなさい。ちょっとだけ眠っててください。
これは誰かの鳴き声。大丈夫か？こいつはどっかの部屋の鍵だな。もしかして鍵のかかった場所を探してみましょう。Thank you.
改めまして、私はシルエットと申します。大切な仮面を届けてくださった上に悪霊まで退治していただいて、本当に何とお礼を言ったらいいか。よし、上出来だ。君たちは。え、この人は。このバルドゥークで知らない奴はいないはずだぜ。聖国騎士団の創設者にして団長シャトラール様、その人だ。さーてと、早速行ってご教授願おうか。もしかして高さんはこのために。
筋切りの鷹、それに赤の王と白猫か。85点あげようじゃないか。ここまで侵入してくるとはな。怪人の対応はベルガード殿の守備隊に一任されているが、騎士団の本拠地に入り込まれては見過ごすわけにもいくまい。おっと、相手すんのは俺一人だ。え？何？赤の王さんよ、あんたの目的は別にこいつじゃねえんだろ。だったら引っ込んでろよ。こんな面白い喧嘩を譲る気はねえ。鷹さん、あんたも構わねえだろ。仮に俺を倒しちまえばどうせ赤の王たちの番になる。いいだろう。決まりだ。聖国騎士団が団長、シャトラールがお相手捕まつ。それとも日曜学校で教わるからか。祈りなど、祈りなんてものは弱者であることの証明だ。まさか君は。俺は強い。これは、終わったようだな。何？タカさん、これは立ったまま気を失ったか。90点くれてやろう。赤の王よ、今日のところは鷹を連れて立ち去るがいい。え？容赦も迷いもない凄まじい剣だった。だが愛がない。鷹よ、君の力はこのグリアのために生かすべきだ。いずれ君の力が必要になる時が来るかもしれない。世界の聖国騎士だよ。また会おう、赤の王よ。これって。